はい、こんにちは、ブルーホスです。今日は遅刻が多い人の実態を暴いていきましょうという話ですね。どうでしょう、皆さんの周りもね、なぜかあいついつも遅刻してくるなってやついなかったりしませんかね。で、その人たちってなんで時間に遅れるのかっていうお話なんですけれども、実はね、遅刻するタイプっていうのはもともとなんか一定数いるみたいな感じの話なんですよ。で、それっていうのは、まあ、例えば、まあ、よく5分前行動なんかっていうのは言ったりしますよね。社会人なんかはお客様とのお約束があるとか、なんか先輩と後輩が約束したら後輩の方が5分早めに来てるとかねっていうような、あの、普通約束したらその5分前には集合しておいてねっていうようなやつってことですね。で、それか僕自身は、まあ、どちらかというとそんなタイプだったんです。中学高校とかは15分前くらいとかには早く来てっていうようなタイプだったんですよね。まあ、ところが、まあ、この世の中になって、まあ、友人知人とかがだいたい時間になっても現れないっていうケースなんかが増えてきたんですよね。特に今なんかっていうのは LINE 一本で、あ、ごめん遅れるわとか、電車一本乗り過ごしちゃったとかね、そんな風に済んでしまうわけなんですよ。で、そんな毎回毎回遅刻してくる人たちっていうのはなんで遅刻してしまうのかっていう話なんですね。で、実は脳の機能がその遅刻をしないタイプの人としてしまう人とで比べると実は何かしらの差があるっていうことが分かったっていうところなので、今日はちょっとねそこを探っていこうというところになります。で、遅刻魔っていうのは実は時間を正確に測ることができないっていうタイプらしいんですね。約束とか、まあ、待ち合わせに必ず遅れてくる人っていうのは実は悪気があって遅れるわけでもなければ、責任感、その絶対に仕事とか時間に間に合わなくてもまあいいかって思ってるかっていうと、そういうわけじゃないんですよね。で、間に合わせなくちゃいけないってのは分かってるんだけど遅れてきてしまうと。で、それを本当にって疑いたくなるっていうところなんですけど、実は、まあ、遅刻魔っていう人たちっていうのはポジティブで創造性が高くて、で遅刻魔っていうのはマルチタスクが大好きだっていうことなんですよね。で、それぞれが結局これが結論なんですよ。遅刻する人たちのタイプっていうのはポジティブな人も多ければマルチタスクが大好きっていうパターンも多いと。で、これって一体なんでどういうことっていう話なんですが、研究2つ行いました。まず1つ目が参加者のキャラを2つにタイプ分けしました。1つは目的意識っていうのが強くて、で、要は必ず達成するぞと。で、そのための情報処理能力が高いっていうタイプですね。それからもう一つがポジティブな性格で創造性が豊かであるというそんなタイプですね。で、全員に時計を見ないで感覚だけで1分計測してくださいっていうふうに頼みましたと。で、結果どうなったかっていうと、一つ目の目的意識が強くて、で、情報処理能力が高いタイプですね。ちょっと隠しちゃった。もう一回出しますね。これですね。っていうタイプは、58秒で、まあ、平均すると58秒くらいが1分だと思ったと。で、もう一つのポジティブで創造性が高いというタイプは、創造性が豊かですねっていうタイプは、体感で77秒1分くらいだっていうふうに思ったんですね。だいぶ差がありますよね。約20秒の差があるっていうわけですよね。だから、天国のカウントダウン、名探偵コナン、劇場版名探偵コナン、天国へのカウントダウンって言ったら、光彦くんが、どちらかというと58秒、コナンくんですね、が58秒で、で、健太くんなんかが77秒みたいな、だから30秒測るゲームみたいなのやってたと思うんですけど、まあまあ、かなりマニアックなネタなんでね、もう覚えてる方いるかってところなんですが、で、ちなみにあゆみちゃんは30秒中30秒ぴったしで測れたというところですね。で、結論なんですけど、ポジティブでおおらかな人っていうのはどうも時間に対して甘く見積もってしまう傾向が高いということですね。で、細かいことを気にしていないという性格が時間のところに裏目に出てしまっているっていうことなんです。続いて2つ目の研究としてはもう一つ実験がありまして、まずその実験の中身は別として結論言うと、マルチタスクで作業を行う人ほど遅刻が多いっていうことと、遅刻が多い人ほどメタ認知の能力が低いっていうことなんですね。で、メタ認知って一体何っていうと、自分が今何しているかっていうことに気づくことができる能力ということです。だから遅刻が多い人っていうのは自分の行動を客観的に観察することができないパターンが多いっていうことなんですね。うん、自分が今どのくらいの作業を抱えていて、で、それがどのくらいに終わっていつくらいに家を出れば時間に間に合うかっていうことが全然計算ができませんぜっていう話になります。で、遅刻を引き起こすマルチタスクっていう話なんですが、まあ、マルチタスク大好きっていうことも、話したんですけど、マルチタスクっていうのは脳の機能上ね、実施することっていうのは不可能なんですよ。
基本的に脳って一つのことにしか集中することができないんですね。例えば本を読みながら YouTube を見てってなると、どっちも頭に入ってこないんですよ。 YouTube がなんかベラベラ喋ってるな、あれでも本も集中しなきゃなってなったら、結局5分後に終わった後に、あれ YouTube で何話してたっけ、本で何読んだっけっていうのが全然思い出せないみたいな、そんな状態になっちゃうというところです。で、複数の作業を同時にこなすことが多い人ほど時間に追われているっていう感覚が強くなって、結果的にただただ追われて目の前の作業をなんとか終わらさなきゃっていう感覚に陥ってしまって、正確な時間を感じ取る能力っていうのも低くなっちゃいますよっていうお話です。さらに遅刻魔っていうのは創造性が高いと、創造性が高ければ許されるのかっていうと僕は許したくないんですけどね、それはいいとして、集中力がない人ほど柔軟な発想力っていうのがあって、結果創造性が高いというふうに言われます。で、集中力が低く時間に意識を向けることができないのに遅刻してしまうことがあるんですけれども、その分創造性に富んだアイデアを生み出す力っていうのは優れているという話らしいんですね。ただ個人的に思うのが、そこに力を注ぐことができるのであれば、遅刻しないアイデアも出してくれたらいいのになって思うんですよね。で、結論から言うと、結論を改めて、遅刻を直すことは難しいらしいです。残念ながらね。もう性格でと脳の構造上、それはちょっと直すの難しいということなんですね。で、これっていうのは個人のパーソナリティの問題が大きく影響しているから。だからもし周りに遅刻魔がいて毎回困っているのであれば、例えばあなたが、お昼の1時に集合しましょうというふうに時間を指定してもらって、で30分くらい遅れて1時半くらいに集合場所に行くと、でそしたらたまたま早く来てたそのいつも遅刻してくるやつがブーブー言ってくるであれば、同じ目にやってみてどう思ったっていうふうに聞けば、あ、なるほどな、人の気持ちが分かったわって言ってちょっとマシになるかもしれないので、もうちょっと意地悪なやり方かもしれないですけど、そういった荒療治をやってみてはいかがでしょうかというお話でございました。ということでね、本日の動画以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。